こんにちは。こんにちは。すいません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。新人リポーターのはじめちゃんを案内してくれるのは朝日新聞2年目の杉山あかり記者です。記者とか、デスクがいるような編集部門と言われるところのフロアに、思ったよりガラガラの状態。今日は日曜日だから日曜日だから日曜だからこれは、日曜日だから。どうして日曜日にお邪魔したかというと、この日はいよいよ参院選に向けたリハーサルが行われていたのです。じゃあ福岡総局です、飛び入りです。無所属、浜竹真嗣、こっちのことね、男性です。じゃあ承認してもらいましょう。今年はいいですか。はい、いいです。これもしかして公示日の夕刊を想定して売られた紙面に、より早く正確に、そしてどう伝えていくのか。日頃の取材を重ねていって、結果だけではなくてどれぐらいの差が詰まっていくかっていうのは、逐一読者の方に届けていくのが必要になってくるのかなという。しかし盛り上がりに欠けるとも言われる今回の参院選、読者にいかに関心を持ってもらうのかも大きなテーマです。今から遡ること2ヶ月前の4月、選挙区ものと政策課題ものでやっていくっていう話なんですけども、朝日新聞社内ではすでにどんな特集で選挙を伝えていくのか会議が行われていました。原発が九州ないし全国であまりその争点化されてないっていうのを、初めての選挙担当になった杉山さん、原発をテーマに選挙記事を書きたいと提案しました。がしかし、現場ってなんかどこにあるのかな、まあ、原発関連の企業で働く人だったりとか、現場ってだからその動きがあるところってことで、まあそうね、そのイベントっていうかタイミングっていうか、昔の話をずらずらずらって書くみたいな、問題意識は全くその通りだなっていうこの。先輩たちからの指摘を受けて、特集のテーマをもう一度考えることに。初めての選挙取材なんですけど、普段あまり関係ないのかなって思ってる方にも、政治との距離っていうのを実は近いんだっていう部分をしっかり感じていただけるような記事が書けたらなっていうふうに。須田さん、今日お誕生日です。あ、マジか。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。受ける。なんとこの日は杉山さん24歳のお誕生日。厳しくも優しい先輩方に囲まれて、初めての選挙取材が始まるはずだったのですが、もう気づいたら6月入っちゃったって思いながら、大丈夫ですか、なんか何も私働いてないなって思って。朝一スクープ、今朝はこちらです。街中歩いておりますとね、もうこのポスターの貼られていない掲示板がね、各所に設置されていますけども、いよいよ参議院議員選挙は明日公示、そして来月10日投開票ということになります。もうすでに事実上もう選挙戦が本格化しているかもしれませんけれども、今日はですね、初めての選挙取材に臨む若手新聞記者がいます。その奮闘ぶりに密着しました。朝日新聞記者の杉山あかりさん、この参院選で初めて選挙の特集を任されています。この日は若者向けのオンラインイベントを取材、特集記事のネタ探しです。大変は大変ですけど、話を聞いてみて初めてわかるみたいな部分も結構あるので、それは面白いなっていうふうに思います。岩手県出身の杉山さん、小さい頃から何にでも興味を持つ子だったんだそうです。一橋大学を卒業後、念願の新聞記者として福岡に配属されました。お金儲けを考えながらお金を稼ぐよりは、自分の興味だったりとか、なんか社会に必要なものを軸として生計を立てていけたらいいな。記者として慌ただしい日々を過ごす杉山さんですが、大切な心の拠り所があるそうで。アイドルの方ですよね。そうですね、韓国のアイドルグループのアイズワンっていう、パソコンを開くために元気が出るかなって思って、はい、あ、ほらほら見てください、バッチリ。アイドルと同じく大好きなのが甘いもの、休日はスイーツ店を巡るのが趣味なんだそうです。
うん、美味しいです。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。どんな状況ですか？まだちょっと方向性が決まってないので、本格的にこう取材を始める前に、事前にお話を伺って。企画会議から2週間、担当する特集記事のテーマはまだ決まっていませんでした。ヒアリングという形でいろいろとお話を伺えればと思います。この日は環境問題を切り口にできないか、新電力の会社に電話での聞き取りを行いました。このアプスどんな感じに？どんな感じになってくるんですかね。工事まであと1ヶ月なので、1、2週間以内にはもう方向性を早く固めて頑張ります。頑張りますとしか言えない。しかしその後も苦戦が続きます。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫です。お疲れ様です。元気です。企画の方も結局ポシャったみたいな感じで、あ、そうですね、電力の方は結局ポシャったので、最初のそのスケジュールが決まってる分、できるものから形にしていかなければ大丈夫だ。何も私働いてないなって思って杉山さん、なかなかテーマが決まらない中で原点回帰、とにかくいろんな人の声を聞いてみることに。選挙ないだろう。あんまり関心持ってない。あんまり関心持ってない。そう、この関心を持ってない理由みたいな、なんかあります。自分一人じゃどうしようもない。以前は何をされてたの？手当たり次第なので難しい部分もある。この日以降、各地で有権者の声に耳を傾けた杉山さんです。後日伺うと、今ある材料の中ではこういう方向性がいいのかなっていうふうに自分で思って考えて出してるんですけど。杉山さんがたどり着いたテーマは盛り上がらない選挙。この日は書き上げた記事をデスクにチェックしてもらいます。選挙あるんですねとか、行ったことないとか、そういうところに、いや、実ところで衆院選、参院選ってこういうもんなんですよ、まあ、杉山さんだって盛り上がってるとは思えないであれば、それが何なのかっていうのは記者の感想としたっていいんじゃないかなと思って、だから俺らもこういう仕事してるから行かないのがおかしいみたいな言語たくさん書いちゃうし、書かないとますますダメになっちゃうので、それは書くべきだと思うんだけど、なかなか選挙ものは読まれませんよと言われ続けてるさ。辛いですね。じゃあ書きませんねっていうのはまた間違い、うん、10回19回見逃されたとしても、たまたま1回目にする人だっていうのはあるので、うん、やる意味はすごくあると思います。ありがとうございます、はい、ちょっとデスクに相談できて、なんとなく見通しがついたのかなっていうふうに今思ってます。あったら何がしたい？え、プライベートの話ですか？プライベートの話旅行に行きたいですね。熊本宮崎にはちょっと行って温泉とかに浸かりたいです。